ウィンチェスターモデル69は、ウィンチェスターリピーティングアームズ社が1935年に発表した22口径のボルトアクション式小銃である。M69 は中価格のリムファイア式、スポーツライフルで、1934年に発表された単発式小銃 M68 よりは高級で、1920年に発表された M52 よりは安価な製品と位置づけられていた。 1963年に生産終了。1930年代初頭、ウィンチェスター社は新製品として M56 ライフル及び M57 ライフルを発表したが、いずれも商業的な成功は収められなかった。M56 と M57 の20人重心を短いと感じるユーザーが多かったこと、及び高すぎたことが失敗の原因であるとされた。 M69 はこれらの製品を代替するべく、より超重心かつ安価なライフルとして設計された。1934年、ウィンチェスター社員のフランク・エフ・バートンによって設計され、1935年1月1日に商品カタログへ掲載された。最初の出荷が行われたのは同年3月であった。M69 初期型の機関部、コッキングピースには、 セーフとファイアの文字があり、照準機の下方に分解用ネジがわずかに見えている。側面にあるのはマガジンリリースボタンである。M69 の激震はボルトの閉鎖とともにコッキングされる。安全装置はボルト交換にあり、これをひねるとコッキングピースが固定される。こうした構造はロシア製の無心な岩小銃と類似している。弾装は M52。 M56、M57、M75 と共通の5、連発着脱式箱型断層が標準的に付属したほか、オプションとして10連発断層や単発用アダプタが存在した。マガジンリリースボタンは重傷の左側面にある。重傷にはくるみ剤が使用され、表面加工などは通常施されなかった。テイクダウン設計が取り入れられており、 高価などを使って重症化のネジを外すことで簡単に重心及び機関部を取り外すことができた。調整の多いは取り外しが可能である。消紋には重心状に取り付ける調整可能なバックホーンサイト、機関部上に取り付けるピープサイトのいずれかを取り付けることができた。また、すべてのモデルでバットプレートは合成樹脂製だった。 1935年8月、カナダの輸入規制に適合させるべく、ボルトに反発式の激震を組み込むように、再設計が施された。1937年10月、重傷が再設計され、その中にテイクダウン用のネジ回しが格納できるようになった。この際に、形状も変更されている。1937年、ウィンチェスター社から、 最初の光学照準機が発表された。倍率2.75倍のものと倍率5倍のものがあり、2.75倍のモデルには、クロスヘアの他に垂直の照準ポストが描かれたものもあった。これらは、照準とは別売りで、重心と一体型のマウントに取り付けることができた。1937年11月、M69 の大幅な設計変更が発表された。ボルトは、 コッキングされても開放状態を維持するようになり、安全装置はスライドレバー式に改められた上で、機関部右側面に配置された。これにより、コッキングピースの後方も小型化されている。重心ももともとはやや先細りになっていたものが、一定の太さとなり、ライフル全体の重量はわずかに増加した。トリガー機構には、調整ネジが追加され、 トリガーアプルを変更できるようになった。これらの改良を加えたモデルは M69A と呼ばれた。もともと M69 は狩猟やプリンキングではなく純粋な射撃競技での使用を想定したライフルであった。1940年12月には最高級製品の M52 と中価格製品の M75 のさらに中間を埋める製品として、 M69 にターゲットモデルとマッチモデルのバリエーションが発表された。これらは2種とも M69 の標準モデルより大型の重傷を備えており、22LR のみ使用可能だった。ターゲットモデルはウィンチェスター製80アパーチャサイトを搭載し、またマッチモデルはライマン製 57E ピープサイトを搭載していた。いずれも詳細に合意があり、 ふ川を備えていた。ふ川は当初2 5ト、mm、ル幅だったが、1947年には3 2ト、mm、ル幅に改められている。1937年1月、光学標準機取り付けを前提としたモデルとして、M697 が発表された。M697 は、ほとんど M69 の標準モデルと同型だったが、オープンサイトが除去されていた。 最初の出荷は1937年6月で、間もなくして M69A に準拠した改良が加えられている。しかし、M697 の標準スコープマウントが極めて不評だったこともあり、1941年には生産が中止された。生産数が少ないため、後世のコレクターの間では、標準的な M69 よりも高価に取引されている。 第二次世界大戦後 M69A の設計にいくつかの修正が加えられた。ボルトは直線的な形状からやや後方が傾斜した形状となり、溝付けの引き金が導入されたほか、機関部には他社製のスコープマウントを取り付けるための溝が設けられた。さらに後期の生産型では、ボルト、引き金、トリガーガード、マガジンガードにクロームメッキが施された。 1963年に生産が終了する。最終的な販売数は各種派生型も合わせて355,363兆であった。1968年重機等製法の施行以前に製造されたため M69 シリーズには製造番号が刻まれていない。M69 には直接の後継製品と呼びうるライフルが存在せず、1967年に M131 が発表されるまで、中価格帯のウィンチェスター製22、後継ボルトアクションライフルとしては、M52 のみがカタログに掲載されていた。ありがとうございます。